千葉県鎌ケ谷市で発生した住宅侵入事件では、闇バイトに関与したとされる2人が逮捕されました。侵入された家では、2階で寝ていた50代男性が1階にいた母親を守るため、棒を床に叩きつけて大声で叫び、犯人を撃退しました。事件の発端は、1階でガラスが割れる音を聞いたことから始まり、男性はすぐに母親の元へ駆けつけ、犯人に対抗しました。その間、妻が警察に通報し、犯行グループは逃走しました。男性の母親や家族に怪我はありませんでしたが、犯行グループは窓ガラスをコンクリートブロックで割る際に手を負ったとみられ、廊下には犯人の血痕が残されていました。男性はもう少し遅かったら、もっと大変なことになっていたと振り返っています。この事件を受け、闇バイトとシグナルと呼ばれる手口が関東地方で相次いでいる強盗事件との関連性が調査されています。自宅を襲撃された場合、被害を最小限に食い止める方法として重要なのは時間を稼ぐことといち早い通報です。全国平均で警察が現場に駆けつける時間は約8分とされており、この間に犯人の侵入を遅らせることがポイントになります。まず、玄関や窓に複数の鍵を取り付けることが推奨されます。所沢警察署によると、2つの鍵をつけることで侵入にかかる時間を稼ぐことができ、その間に通報が可能になります。特に、見える位置に1つ、さらに追加でもう1つ鍵を設置することで、より時間を稼げるとされています。また、窓ガラスを強化ガラスにすることも有効な対策です。強化ガラスは割れにくく、犯人の侵入を遅らせる効果があります。いち早い通報については、固定電話を使うのが効果的です。固定電話は住所が特定されやすいため、警察が現場に早く駆けつけることが可能になります。携帯電話や呼気を使用する場合も、比較的早く場所が特定できるため、急いで通報することが大切です。このような対策を覚えておくことで、万が一の際に備えることができます。このことについて、周囲の反応はというと、過剰防衛で罪になろうが家族を守るために流行るしかないと思います。どちらにせよ殺されるなら思いっきりゴルフクラブで頭飛ばしてやろうと思っています。普段から素振りの練習しといた方が良いです。いざとなった場合に躊躇してしまうことがありますので、現在、固定電話をなくして携帯電話にしている家庭が多いが、固定電話の場合には、警察の交番などに保管されている住民記録には、固定電話が登録されており、住所と紐付けており、最近は、携帯電話も登録されるようになったが、固定電話の方が早い反応可能なようです。窓ガラスも複層ガラスで強化フィルムが貼ってあれば、防犯に強いようです。緊迫する中で、よく母親を助けて、犯人撃退したと思います。就寝中の強盗事件発生は、一番厳しい時間帯なので、犯人撃退グッズも用意するべきですね。防犯カメラの周囲に危険を知らせるアラーム機能やスピーカー機能がおすすめ。見かけた不審者に遠隔で声かけもできる。実際侵入を許したら冷静に対処できる人は少ないから、むやみに犯人と対峙しようとせず、室内に入れない工夫も大事。防犯は、第一段階、第二段階と次の一手を用意しておくことで、警察到着までの時間稼ぎになるし、狙われるリスクを下げられる。自宅への強盗相手であれば正当防衛の範囲がぐっと広がります。特別警報である盗犯等防止法が適用される。強盗、不法侵入、不退去が対象です。相手を怪我させたら逆に自分が不利になってしまうかも、という心配をして反撃を躊躇していたら完全にやられます。自宅内では家族の命を守るのは自分しかいません。本当にやるかやられるかです。ぜひ盗犯等防止法を調べてください。堂々と自分の家族を守ってください。若い世代って本当に強盗罪、強盗致傷、強盗致死の刑罰を知らないんだなと思う。数年くらいで出てこれると思ってるから安易にできるんだろうけど、そもそも強盗罪だけでも窓を割って入っていれば器物損壊罪、住居不法侵入罪がセットで加算されるので20年くらい余裕でいく。致傷は無期懲役の可能性もあるし、致死に限っては無期懲役か死刑の2択しかない。強盗は人生が詰んでしまうということを若い人たちは知った方がいい。昔から強盗事件は、他者のここまで頻発することがあった記憶が私にはありません。原因はもちろん一つではないものの、
ネットと SNS の広まりと比例はしているんでしょう。スマホを見るときらびやかな世界が広がり、リア充たちの羨ましいひとときを垣間見ることができますが、ガに帰ると地道にコツコツと稼ぐことしかできない、もしくは全く稼ぐことができていない自分に直面して、後先考えず短絡的に簡単に犯罪に加担してしまう。逮捕された犯人の一人は保育士とのことですが、もし今回逮捕されなかったら普段通りに園児と接していたんだろうと想像すると恐ろしいことですし、外見であれ中身であれ改めて人を見る目が大事だなと思いました。ニュースでやってましたけど、高額報酬で検索して闇バイトに応募すると連絡が来て、免許証を撮影して送らされたり、家族構成を尋ねられるらしい。足抜けしようとしても自分や家族に危害を加えると脅迫されて実行するしかなくなるが、強盗や詐欺を実行しても報酬をもらえなかったりするらしい。そりゃそうだ、闇バイトの主犯格はまともじゃないもの。犯罪を犯して報酬をもらえず捕まって刑務所に入らされるくらいなら地道に働きましょうよ。我が家でもここ数年の特流の闇バイト関連の事件を聞いて、自己防衛のため玄関と寝室に電動ハンディチェーンソーを配置してます。護身用具を求めていろいろ迷ったんですが、チェーンソーを選んだ理由は、第一に動作音が死ぬほど恐ろしいことと、ハリネズミと同じで動作させてる間は相手は生半可な覚悟では攻撃してくれないこと、そして何より複数人が強盗に入ってきたとして、その仲間のうちの一人が生きたまま解体される姿を見ればきっと逃げ出してくれるだろうという考えから選びました。いざという時は躊躇することなく行動したいと思う。こんなに頻繁に事件が起きると自分の地域にも強盗が来るかもしれないと不安になってます。この方は男性だったから勇気ある行動ができたと思いますが、高齢者や一人暮らし、女性だととてもできないです。逮捕してもまた新たに他の人が闇バイトに応募して同じようなことが繰り返されそうで怖いです。窓ガラスをめちゃくちゃに割ったりされ、侵入されるのならどのようにして身を守ったらいいかわからないです。すぐには実現できないと思うが、各家庭に警察への簡単な通報装置ができればと思う。家で何か不審なことに遭遇した時にそのまま通報して駆けつけてもらえたらありがたい。誤報やいたずらは罰金でも構わない。あと、治安が悪くなってきているので、警察関連への予算を増やして警察官自体を増やさないとダメだとも思う。この一連のコメントを見ると、住宅侵入事件への防衛や対策に対する強い危機感と、闇バイトを通じた犯罪への不安が感じられます。考察ポイントを挙げると以下の通りです。1、過剰防衛の覚悟。過剰防衛でも家族を守るために流行るしかないというコメントから、多くの人が自分や家族を守るためには、法律的なリスクを冒してでも積極的な防衛行動を取ることに強い意識を持っています。強盗に対して流行るかやられるかの状況で、恐怖や躊躇よりも家族愛や自衛意識が優先されています。2、防犯対策の強化。複数の鍵や強化ガラス、防犯カメラなど、住宅の物理的な防衛強化に多くのコメントが詰まっています。特に警察が到着するまでの時間を稼ぐことが重要とされ、防衛の段階的な工夫が推奨されています。固定電話の活用や、警察への迅速な通報が有効であることが指摘されている点も興味深いです。固定電話は通報時の住所特定が早いため、携帯よりも優先される場面があるという認識が広まっています。3、闇バイトへの厳しい批判。闇バイトによる犯罪の増加が若者の無知や短絡的な思考によるものとする意見が目立ちます。特に、強盗行為に伴う重い刑罰についての知識が不足していることが、安易な犯罪加担の背景にあると考えられています。また、闇バイトの主犯格が被害者を脅迫し、報酬を与えないままに犯罪を実行させるケースが多いことが指摘されており、犯罪の背後にある不正とリスクについての認識も深まっています。4、自己防衛の具体的な手段。チェーンソーのような護身具の導入や、素振りの練習といった具体的な防衛策が挙げられています。これは、万が一の状況に備える実効的な対策としての心理的な準備とも考えられます。5、社会的な対策の必要性。個々の家庭での防犯対策に加えて、警察の予算増加や通報システムの改善など、社会全体での治安維持の必要性が訴えられています。闇バイトや住宅侵入に対する社会的な予防措置を求める声も大きいです。6、不安と恐怖の広がり。また同様の事件が発生するかもしれないという不安が多くのコメントに見られ、特に高齢者や一人暮らしの女性にとっては、
より深刻な問題として認識されています。住宅侵入という個人の空間に踏み込む犯罪が与える恐怖感が大きいことがわかります。全体として住宅侵入に対する個人の防衛意識と社会的な防犯対策への関心が非常に高く、闇バイトの危険性についても多くの人々が深刻に受け止めていることが浮き彫りになっています。